大体ね、全体的にこういうね、あのカリッとした、柴犬色、乱切りにしてつけて開けるだけなんでね。どうも、パクヨンハです。はい、ということでですね、今回はですね、旬の食材ズッキーニ、ズッキーニを使ったですね、ズッキーニ一番うめんじゃねえかっていう食べ方です。これはズッキーニの唐揚げです。僕はですね、料理界隈でものすごく恐れられてて、何でも唐揚げにしちゃうっていうですね、ほぼほぼ全ての食材を唐揚げにする男って言われてるんですけど、巷ではね、これね、めちゃめちゃうまいんですよ。ズッキーニっていうのは揚げるとね、ちょっとナスっぽくなるんですけども、このズッキーニのこう爽やかさが残るんですよね。今回はね、塩味でね、ズッキーニをこうカリッと唐揚げにして、それをおつまみに楽しんじゃっていただきます。リュウジのバズレシピで、材料なんですけども、これズッキーニです。で、1本と言いたかったところなんです。ちょっとね、今回のズッキーニちょっと小ぶりだったんで、もう1本ズッキーニ足してですね、 200g。 小ぶりなズッキーニ1本とか2本とかでやる場合はグラムでですね、測っていただいて等倍してください。そうするとうまくいきますので、今回は試作の時 200g でやって、 200g で合わせました。あとニンニクですね、あのおろしニンニクでちょっと香りつけていきますんで、まあ、なくてもいいんですけども、あった方が美味しいかなっていうふうに思います。はい、あとはもうね、調味料だけなんで、すげえ簡単なのよ今日。今回は旬のズッキーニ、もうネタがないんじゃ、飲むネタがないんじゃ。でも皆さん分かりますか、酒を飲むのに理由はいりません。ということで、せいっ、撮影で余った生レモン、キンキンの炭酸ということで、レモンサワーをいただきながら夏に思いを馳せます。最高だぜ。ということでやっていきます。まずもう最初はニンニクですかね。ニンニクは後でおろしますんで、もう皮を剥いていつでもおろせる状態にね、保ってください。これははい、そしたらズッキーニを切っていきます。ズッキーニね、ここは硬いんで、こうやって乱切りします。こうやってラン姉ちゃんを思いながら乱切りしていきます。とまあ、なんかズッキーニってあんまり乱切りしないじゃないですか。輪切りとかが多いと思うんですけども、カクカクにね、なった方が後でね、油もにも入れやすいし、片栗粉のねつく表面積がすごく多くなるんで、乱切りの方がね、唐揚げの方はいいです。これでだいたいね、200g です。で、こんな感じでいい感じの乱姉ちゃんになりましたので、ズッキーニをね、ボウルに入れていきます。ソーミシャンタンなんですが、まあ、中華スープですね。これ鶏ガラスープの素とかでもいいんですけど、鶏ガラスープの場合は小さじ1半ぐらいかな。はい、で、ソーミシャンタンの場合は小さじ1弱、ね、ちょっとここ隙間空いてるの分かりますか、小さじ1よりちょっと少ないぐらいを入れてください。ほとっと中華スープっていうのは鶏のうまみが、ね、入ってるん でこいつを一緒に揉み込むことによって、野菜のうまみだけだったものがこの鶏ガラスープの素がこれに入ることによってものすごく美味しくなります。おろしにんにく、おろしにんにくはね、半かけ分ぐらい、これぐらいですかね。トン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 。で、これで香りね、はい、黒こしょうね、思ってる3倍入れてください。あ、こんいやいや、お前そんな入れるかみたいな、ぐらい入れて大丈夫です。ね、揉み込む、中華スープが塊になってるんで、これをね、よくね、このズッキーニ揉み込む感じでやってください。ズッキーニって皆さんキュウリの仲間だと思ってる方いらっしゃると思うんですけども、実はナス科なんですね。これね、ナスともやっぱり肉質が違うんですけども、揉み込むことによってこのね、味がね、ズッキーニ入るんですよ。揉み込んでからこれはね、常温で15分ぐらい漬け込むと、ズッキーニ自体にすごく味が入りますんで、とっても美味しくなります。唐揚げ美味しく作るなら揉み揉みっていう感じで、揉み揉みしてください。はい、この味付けはね、野菜とかお肉とかを唐揚げにすると大体うまくなるんで、いつもお酒とか入れてるじゃないですか。お酒とかお醤油とか入れるんですけども、入れないってことですね。水分はね、このズッキーニから出てくるんで、ここに水分を足してしまうとズッキーニにね、味がね、入らなくなってきちゃったりするんで、そしたら このまま常温で15分ぐらい放置しましょう。まずまあ15分経ちましたんで、もう野菜は使ってますんで、これを揚げるのは中火でいいんでね、フライパン底1センチぐらいでいいです。片栗粉まぶしながら揚げていきます。これをね、
まあ、半分ずつぐらいかな。片栗粉をまぶしていきます。はい、で片栗粉をまんべんなくつけたら揚げていきます。片栗粉はね、結構ね厚めにつけちゃっていいです。厚い目の方が美味しいから。ほら、まるまる1個ね、この小さいフライパンで揚げられますんでね。大きいフライパンでもいいんですけども、大きいフライパンだとね、油の量がね結構ね多くなっちゃうんで、そのあたりはね気をつけてくださいね。これね、でまあ中火で揚げていきます。だいたいね、全体的にこういうね、カリッとした芝犬色、これになるまで、全体揚げていく感じですね。すごい簡単でしょこれ。乱切りにしてつけて揚げるだけなんでね。じゃあこんな感じでいい色になったものから揚げていきます。これもいいかな。いいですね、いいですね。で油す、油もちょっと吸わせます。はい、それではですね、油も、切れましたんで盛り付けていきたいと思います。盛り付けのコツなんですけども、なんかね、これズッキーニってこの皮の緑の面もねすごく食欲をそそる色になってますんで、この緑と、この白い部分を交互にね、盛り付けていくのってすごくね美味しそうに見えるんですよ。盛り付けもねかなりね重要です。味変わんないんだけど、ね結構ね、この見た目でね、あ、綺麗っていうやつはね美味しく感じたりもするんで、綺麗に盛ることに越したことはありません、そしたらここにレモンを添えてズッキーニの完成でございます。それでは出来上がっていただきたいと思います。いただきます。これ絶対レモンサワーに合うでしょ。これいただきますよ。うまっ。なんやこれ。レモン絞らせていただいてもいいですか。これやべえよ。トロトロ具合が半端ない。くわ、少しね塩少し振って、みんなやったらびっくりする。なんでかっていうと、ナスよりトロトロなんですよ。めちゃくちゃうまい。レモンと塩が非常に合いますねこれね。ナスよりね水が出にくいので、カリッと感がねかなり出る気がします。これうまっ。ということで、トモ！よいっす。いただきます。野菜揚げてこんなうまくなるんですか。今までなんか食べたことない感じしない。ちょっとサクサクの、うん、なんかトロトロなんですよね、うん、野菜の唐揚げの中でもかなり上位だね。少しレモン、うん、野菜ですけど、うん、めっちゃ唐揚げです、ね、そうなんだよね、なんか唐揚げなんだよねこれね。これが一番トロトロ。周りは片栗粉でかなりさっくり仕上げてるから、食感のコントラストやばいよね。大根の唐揚げに近いもの感じます。大根の唐揚げに近いよね。近いですね。漬け込んだ時のニンニクの香りとか超うまいっすわこれ。他の野菜の唐揚げとかあると醤油味とかにするんだけど、ズッキーニはやっぱ塩やろと。ズッキーニこの発想はちょっとないっすわ。うい、はいです。こんな駆けつけしなくていいね。いや最高だったね。最高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 。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ありがとう。ということで皆様、ズッキーニの唐揚げいかがでしたか。マジサクサクで、マジでなんかジュワでめちゃくちゃうまい。何か付け足すとしたらタバスコであったりとか、マヨネーズあったり、ブラックペッパーとか、僕がやったように塩とかね、いろんなものが合うと思いますんで、皆さん試してみてください。いってきます。ズッキーニね、ここは硬いんで、この間ね食べようと思ったんですけど、硬くて食べれなかったの。うんうん、ここは食べられます。